ドラゴンボールを七つ揃えし者よ、願いを言うがいい。願いは叶えてやった。それならたやすい御用だ。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。オラたちも修行して待ってんかな。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。おめえらも随分強いけど、オラたちの勝ちだ。たやすいことだ。叶えられん願いはない。どちら様で？ウチハ一族の血を引いた最後の男だ。闇の中にしかない。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか？兄貴は自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ。ぶっちゃけお前サイボーグだから、俺は今25だけど、若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。こいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか。まあ仕方ねえか。あとはオラに任せてくれ。なかなかの崩壊っぷりだな。俺を追い出したムカつく大家のアパートは無事か。修行にいい場所を知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様ん家の神殿にあんだ。変わってんなお前。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか。オラには鼻くそをほじる力、こいつはったりじゃねえ。おめえは綺麗だが、精神と時の部屋から出たみてえだぞ。やってみる。ちょっと静かにしてくれ。こりゃ本気でいかねえとやべえぞ。
晩飯何にしようかな。瞬間移動ってやつだ。え、よく行くスーパーが潰れてら。おめえはよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで好きだらけなんだよ。この緊張感は。マジで来やがった。俺がなりたかったヒーローと違う気が。ダメだ、チビたちのフュージョンした気が感じられねえ。魔人ステージ強い奴までいるのか。ものすごく強い奴と戦ってるつもり。なんだかワクワクしてきやがった。超えちまったな。あの時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ。雑巾首
あ、そっか。ああ、埼玉だけど。個々のヒーローの特徴を捉えた。お、なんだジェノスか。だよな、ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。ほら、そうだった。顔は潰されてるし、ニックネームのようなものでしょう。俺の口に剣を突っ込んでまで連れてきたのは、そんな無体なことを聞かせるためか。参ったな、もっと強い奴までいるのか。悪いけど、みんな先に蹴っていってくれ。おっさんもヒーローなんだな。数値とかデータで提出できると思うんだけど、新人潰しに A 級1位が出向いてくるとかよ。てんな、お前、俺がなりたかったヒーローと違う気が。し
知らねえよ。残念だったが、俺に同じ手は二度効かねえんだ。隣行くか。マジで来やがった。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。俺が守る。俺は今25だけど、俺は強くなりすぎた。若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。この少子化時代にガキを殺すなんて見過ごせん。おう！この緊張感は！いける！賞金首。許せん。Hi everyone! As you probably know, I have always worked alone since I started animation. Today, I would like to develop more and get help to continue to offer you quality work. I already have a person who would be interested in working with me. I would like him to join me in order to offer you all regular content. I would also like to open an office so that we can work together more efficiently. But all this organization is financially impossible without your generosity.So, I am asking for your help, and I have set a goal of 2,000 patrons to guarantee the realization of this project. I warmly thank all those who have already contributed and hope to see more of you accompany me in this adventure. Thank you.行くか。